はい、ということでツイステッドワンダンダンドを今回ねやっていこうと思います。2周年目のね、スキャリーモンスターズエンドレスなんちゃらこうちゃらってやつをねやっていきたいと思います。なんちゃらこうちゃらちょっと後で見るか。まあということでやっていきましょうか。タイトル画面も多分あれだ、2周年仕様というか、今回のイベント仕様になってると思われます。ということでやっていきましょう。いやー、はい、ということで、こいつっすね、先ほど追加されたんですけども、本ゲームをご利用いただき誠にありがとうございます。10月31日4時より、スキャリーモンスターズエンドレスハロウィンナイトを開始いたしましたと。エンドレスってあんまりね、あんまりいい響きないんだよな。エンドレスとか、鈴宮春日とかね、ガンダムウィングを思い出しますが、はい。あらすじ、無事に幕を閉じたナイトレイブンカレッジのハロウィン。楽しかったハロウィンの終わりを惜しみながらも、生徒たちは心地よい眠りにつく。明日からはまたいつもの日曜が始まる。誰もがそう思っていたが、消えた生徒たち、明けぬ夜、謎の招待状。残された生徒は終わらない31日、エンドレスハロウィンナイトに立ち向かう。あ、そういう概要だったんだ。これ多分あれだよね、前のスキャリーモンスターズと一緒の進め方でよろしいんだよな。そうっぽいね。ってことはあれか、まあ、今回第1弾でいいのかな。多分前のやつっていうか復刻で来てたやつと一緒だと思うんで、早速まあイベントページ行きたいと思います。おいよっていきましょうか。あー、なんか前と一緒だな。イベント限定ストーリーは1章から5章の5部構成で配信&ストーリーを進めると、限定衣装カードを獲得。1章が、まあ、10月31日、まあ、今日からなんですけど、まあ、やっていきたいと思います。1章ではセベクがゲットできると。 OK。 まあ俺あれだな、その動画にはねその復刻してないけど、まあ、1年前に正直やってるんで、ちょっと復刻ではやらなかったんだよね。はい、多分大丈夫、もう分かってる。はい、ということで真夜中エンドレス第1章、多分これ授業やらないといけないんじゃないかやね。やっぱそうだよね、授業回数解放していくパターンのやつだよねこれね。どうしよう、大丈夫かな、やれるかな。とりあえず一の一チラッと見るか。みんな良い夢をということでやっていきましょう。さあ1の1、みんな良い夢を。メインストリート、なんか寝る感じの BGM ではないねこれ。ハロウィンの夜も更けた頃、楽しいハロウィンパーティーだったな。ナイトレイブンカレッジのみんなありがとう。こちらこそハロウィンパーティーを最後までお楽しみいただきありがとうございました。夜も遅いので足元にお気をつけてお帰りください。みんな良い夢を。来年も絶対遊びに来てね。なんだっけ、何モンスターとか、マジカメモンスターとか、マジモンだっけ。正門、ふう、これで全員よね。はい、ゲストはみんな帰りました。ハロウィンパーティー無事に終了っす。皆さん、今日は本当にお疲れ様でした。一時はパーティーの開催も危ぶまれましたが大成功でしたね。あ、そっか、前回のスキャリーモンスターズの続きなんだよね。こんなに賑やかで美しく楽しいハロウィンは私も初めてでしたよ。ありがとうございます。皆さん、さぞ疲れたことでしょう。もう22時です。今日は全員寮に帰ってゆっくり休みなさい。はい、ハロウィンの後片付けは明日の始業前にすればいいですから。出ましたわ、11月1日恒例無情すぎる早朝片付け。まあ31日ね、ド派手にやれば次の日ね片付けしないといけないのはまあその通りだわな。いつもこれで現実に引き戻されるのよね。そっか、本当にハロウィン終わっちゃったんだね。準備は大変でしたが、いざ終わってしまうと少し寂しく感じますね。片付けか、早起きか、
ああ、明日からまた普通の授業なんてつまんねえんだぞ。片付けなんかしたくねえ。ずっとずっとハロウィーンのままだったらいいのに。たまにはいいこと言うじゃん、クリム。なるほどね。これみんなの願いが一つになって、エンドレスにつ、こう、ハロウィーンが続くってわけか。そしたら、だるい授業なんてせず、毎日バカ騒ぎして、うまいもん食って楽しく遊んでられるもんな。今、聞き覚えのある声でだらしのない発言をした者がいるね。やべ。確かにハロウィーンが終わるのは残念だけど、僕は今からもう来年が楽しみで仕方ない。満足感でいっぱいだ。今日はぐっすり眠れそうだな。君らはまあその日だったのかもしんないけど、私たちは1年後なんだよな。お前はいつもグースか寝てるだろう。とはいえ、俺も今日はクタクタ。今すぐにでも寝そう。じゃあな、監督生グリム、おやすみ。明日、オンボロリオの片付けが早く終わったら、ハーツラビルの手伝いに来いよ。おやすみ、また明日ね。いや、つってもあれか。あれだよね、あの、ディアソムニアが、うちのあれ使ってんだもんね。みんな、さっさと自分の寮に帰っちまった。ハロウィーンが終わっちまうのは残念だけど、仕方ね。俺様たちも、オンボロリオに帰るんだぞ。ハロウィンが終わる。そんなの嫌だ。だってだってまだ。誰だこれ。新キャラかトゥービーコンティニュー。ストーリークリア。強者。もしかして寝ぼけてる1-2。やっていきましょう。もしかして寝ぼけてる。ハーツラビリ寮エースの部屋。くら。ああ、よく寝た。て、まだ外真っ暗じゃん。なんか損した気分。もっかい寝直そうと。ぐぐぐぎぎぎ。ギギ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 デュース。ああもう今日もデュースの激しいがうるせえ。あいつのあごの筋肉強すぎんだよ。あはは。部屋別々でしょ。とんでもねえな。ギギギ。やっと静かになったか。これで寝られる。ガチャ。専用起動。うわあ、今度は何？あ、トレイさんか。って、トレイ先輩じゃないっすか。どうしたんすか？突然、一年の部屋に飛び込んできて。ああ、エース。よかった。お前は無事だったか。部屋の奴らは全員いるか。え？トレイ先輩もしかして寝ぼけてる？さすがに今夜はみんな疲れてぐっすりでしょ。夜中に抜け出す奴なんかいないと思うけど。おいデュース、起きろよ。ガチで寝ぼけてる。面白いトレイ先輩が見られるぞ。ま？ん？デュース？あれ、デュースがいない。変だな。ちょっと前までは確かに激しいの音が。なあ、お前らも聞いていただろう。ははは。ホラーか、これ。他の2人もいない。みんなしてどこに行ったんだ。遅かったか。エース、ひとまず俺と一緒に来るんだ。何が起きてる。ハーツダビリュー、談話室。ザワザワ。あ、シンジ。ハーツダビリューのシンジ。あ、クローバー副寮長。ドレイ、そちらの様子はどうだった。見つかったのはエースだけだ。そんな。みんな深刻そうな顔してるところ悪いんですけど、誰か俺に状況を教えてもらえます？夜中に突然引っ張り出して一体何なんすか。消えてしまったんだ。
え？寮生たちが消えてしまったんだよ。うちの寮生の半分以上が忽然と姿を消してしまった。寮の中はもちろんバラの迷路からティーポットの中まで探したけれど見つからない。どうやら今ハーツラビルにいるのはここにいる者たちだけのようだ。半分が喪失、神隠し。ここにいる者だけって、あれ、ケイト先輩は何が起きてんのこれ。僕たちが異変に気づいた時、ケイトの姿もすでに寮内には。そんなこれだけの人数が突然姿を消すなんてただならぬ事態だね。ドレイ、不審な人物を見た者がいないか寮生に聞き取りをしてくれ。僕は学園長に状況を報告する。終わらない夜っちゅうのはそういうことか。 To be continued。 多分これハーツラビルだけじゃねえんだろうな。ストーリークリア。わあ、こっから授業しないといけねえなこれな。授業20回行うか。さあ授業やってくるか。はい、ということで授業20回というかプラス10回やって30回やってきました。ということで、まあ全部は無理だと思うんだけど、とりあえずやっていこうか。まああと70回は裏でやっときます。はい、ということでエピソード1-3、シャベルを探せっていうことをやっていきましょう。一体どこに消えたのだ半分。本当に謎だね。シャベルを探せ。ボムヒオーレ寮ダウマ室。ベル、どこにいるんだい。いるなら返事をしておくれ。これエペル君も消えてるかもしかして。その前回仮装したグミみたいな感じが消えてるってことでいいのか。ベル、一体どこに行ってしまったんだ。私のエドワール。副寮長、1年生の部屋は全滅でした。あ、シンジ。ああそんな。寝る前に武々しいあくびを見せてくれたエペル君の姿が今もマウタに焼き付いているというのに。どうやら寮に残っている生徒は半分もいないようだ。電話はかけようにもスマートフォンは電源さえ入らないありさま。ああ一体何が起こっているというんだ。ハント副寮長、シェーンハイト寮長はどこに行ってしまったんだい。私もまだ状況を把握しきれていない。今はとにかく落ち着こう。落ち着いてなどいられるものか。だって今は、まあ11時59分。やっぱりお肌のゴールデンタイムど真ん中。この貴重な時間にシェーンハイト寮長が起きていらっしゃるかもしれないと思うとめまいが。待ってくれ、11時59分、今そう言ったのかい。え、ああそうだよ。これは我が家の家宝である魔法の懐中時計。曽祖父の代から1分とって狂っていない自慢の時計さ。11時59分。本当だ。まだ日付が変わっていないんですか。もっとたくさん寝ていたような気がしました。あ、確かにハロウィンパーティーで疲れていたからですかね。何が起きてる副寮長。そんなはずはない。え、はあ、待て、ポムヒオレ寮生 ABC じゃなくて BA なってる。珍しいねこれ。これはまさか正門。何度試してもダメだな。なぜだ、なぜライトレイブンカレッジから出られないんだ。どうやっても正門の鍵が開かないし、門を乗り越えても着地する瞬間に崖の中に戻ってしまう。崖全体に強力な魔法がかけられているようだ。やはり俺たちだけではどうにもならないか。こんなところで時間を無駄にしている場合ではないというのに。多分これあれだな、あの角太郎も消えてるな。リリアさんも消えてる。落ち着けセブク。
これが落ち着いてなどいられるものか。マレウス様とリディア様のお姿が見えないんだぞ。茨の谷を狙う他国の策略に違いない。こうしている間にもし若様の恩美に何かあったら、なあ、今すぐお二人を探さなければ。まあ、その心配はもっともよ。今頃きっと僕たちの助けを待っているはず。よし、上がダメなら下だ。土を掘って門をくぐるぞ。シャベルだ、シャベルを探せ。そういうことでね。いや、一緒じゃねえかな。結局元に戻ってんじゃねえかな。おい、シルバー、ぼーっとするな。お前も手伝え。タリオの様子を見に行こう。は？今何と言った？僕たちはマリウス様の護衛だ。最優先はマリウス様の安全。その他に選択肢などない。学園内がにわかに騒がしくなってきた。行方がわからなくなったのはどうやら二人、お二人だけではないようだ。何？そういえば部屋を飛び出した時、やけに周りが静かだとは思ったが、まずは状況を確かめよう。お二人を追うのはその後だ。心配せずともマレウス様には親父殿がついている。だがどんな危機的状況が訪れようと、親父殿なら必ず切り抜けられる。俺はそう信じている。お前は親父殿の力が信じられないというのか？そういうわけではないが、てかあの二人だったらどんな危機的状態でも大丈夫だろうよ。俺たちはすでに後手に回ってしまっている。まずは今置かれている状況を把握するべきだ。必要なのは情報。お二人を助けたいのなら慎重に行動しなければ。分かった、一度寮に戻ろう。ふふ僕が無力なばかりにこんな。落ち込むのは後にしろ。今起こっていることは俺たちの想像をはるかに超える事態かもしれない。それよりも俺はどうした？ To be continue。 ちゃんと俺は生きてんだろうな。ストーリークリア。シャーベルでどうこうできるレベルでもないと思うがな。皆さんお静かに。さあ、一難去ってまた一難というのはこういうことか。学園長室。生徒諸君、落ち着きたまえ。子犬どもちょろちょろと走り回るな。なんだかこれ、子犬ちゃんたちがいつにも増して騒がしい、動揺してるみたいだね。無理もないだろう。皆さん、お静かに。そう口々に話されては聞き取れません。各寮順番に状況を報告してください。ポムヒオリは寮長のビルチェンハイトとアハイトの行方が分かりません。エペル君たち1年生のはしけるような笑顔も消えて、残っているのは副寮長の私、ルーク・ハントと寮生の半数足らず。スカラビアも同じ状況です。ビル先輩と同じく寮長のカリーム・アル・アージームは、しかしこんな状況でもまだあいつらよりはマシのようだ。アズールもジェダもどこ行ったか分かんねえ。他の奴らも消えちまって、今オクタビレルに残ってる生徒はここにいる20人ぽっち。兄さんがいないんだ。僕がスリープモードから目覚めたらベッドから空っぽで、寮の人たちも半分以上亡くなっちゃった。生体反応も学園からはしないみたい。どういうことやねんそれ。オルト君の機能でも見つけられないってなってくると相当だね。みんなどこに行っちゃったんだろう。リアソムニアも同じ状況でした。ではマレウスさんペアとリリア先輩も。サバラクローデを苦労で無事だったのはここにいるやつだ。だがこの俺がいちいち寮生全員の部屋を回って安否確認をすることになるとはな。いつもなら足を使った仕事は走りのタイツやチャック君にやらせとくんすけどまあ、うん、いないもんな。多分前回仮装組がいないんだよな。ジャック君もいなくなっちまいましたもんね。
うちも寮生が困っているときや混乱しているときはいつもケイトが場を和ませてくれるんだが、いつもはおしゃべりが好きやすぎるよと確かめていたけれど、あの軽口が聞こえないと。俺は別にデュースがいなくても困ったりはしねえけど、静かすぎて気持ち悪いっつうのはあるかな。いや、それ困ってんだよ。学園長、これどういう状況？一体何が起こってるわけ？そうだ、説明を求める。 To be continued。 ストリクヤ、いやー怪しいね。いや、それよりも俺はどこ行ったんだって話になってくるよねこれね。さあ1の5、やはり試着か。これセレクが言ってそうだな。学園長室、お静かに。皆さんご存知の通り、現在学園はかつてない非常事態に見舞われています。全生徒の約3分の2が消え、いかなる手段を使っても学園から外へ出ることができない。そしてさらに驚くべきことは時間だね。気づいている者もいるようですね。時間、何のことだ。みんな今何時だと思う？急になんすか。今はスマホ使い物にならねえんだった。時計持ってないや。僕が目を覚まして部屋の時計を見た時は0時直線だった。それから寮の中を探してここに集まって、だから今はだいたい深夜1時過ぎじゃないかな。私の机の上にある時計を見てください。あれ、どうしたリトル。時間に厳しいお前が時計を見間違えるなんて珍しい。ちょうど今が0時直線じゃないか。そう、そんなはずは。狂ってんだよな、時間も全てが。何、隔離されたってことか、この何、学園中が。あ、僕もおかしいと思ってたんだ。11時半から3時間のアップデートをしたはずなのに、起動したら11時59分だったんだよ。兄さんがいなくなったから不具合が起こったのかと思ったけど、あれはエラーじゃなかったってこと？ああ、混乱するのも無理はない。睡眠時というのはどうしても無防備になる。通常なら自分が何時間寝たか体感で把握するのは難しいだろう。だが私は自分がどれだけ眠ったか誤差10分の範囲で見当がつけられるんだ。自らが意識を手放して何時間過ぎたかという情報は仮において把握すべき内容だからね。優秀か。気持ち悪い特技だな。特技だなんて自慢するほどのことじゃないよ。褒めてないと思うぞ。昨晩は11時に眠りについて異変を感じて目を覚ますまで6時間眠ったんだ。それから状況を確認して移動して、本来なら現在朝の6時を回っているはずだ。なれば日の出の時刻はとうに過ぎているはずではないか。それにしては外は真っ暗だ。雲がかかっている様子でもない。そう、おかしいんだよ。時計は動かないし夜も明けない。どうやら学園の時そのものが止まってしまったようだ。時間が止まっているだって？詳しいことは原因を調べてみなければわかりません。しかしこの状況は十中八九ハント君の言う通りでしょう。生徒の半数が消え、残りの者たちは学園に閉じ込められ、通信機器が遮断された。その上時が止まるという異常事態、これだけ重なれば偶然や事故ではないことは明確だ。何者かに攻撃を受けていると考えた方がいいだろう。やはり刺客か。ワレス様が席を置かれるこの学院になんと不埒なことを。断じて許さん。不損か。まあ、ナイトレイブンカレッジにはレオナさんやマレウスさんみたいな王子様の他にも富豪やらタレントやら有名どころがわんさか在籍してますからね。狙われるのもなんつうか。だけどケイトやデュースのような
一般家庭出身の生徒も間違いなく大勢いなくなっているぞ。確かに将来有望な魔法師を潰さんとする者たちの犯行である可能性も捨てきれないな。情報が少なすぎて現段階で犯人像をプロファイリングするのは難しいね。あ、そっか、ハロウィーンがまだ続いてるってことじゃん。え、日付が変わってないってことはまだ10月31日だろ。ハロウィーンが終わってないんだよ。ふざけているのかい。今そんなことを気にしてる場合じゃないだろう。別にふざけてるわけじゃねえって。うちの生徒とかその親に何か仕掛けていたなら、わざわざ10月31日で時間を止める必要はないんじゃ。それをするってことは犯人はハロウィーンで終わらせたくないやつってことじゃねえの。ナンセンスだ。そんなことして一体何になる。いや、俺犯人じゃないから知らねえし。でもハロウィーンってすげえ楽しいじゃん。終わらせたくねえなって思うやつがいても不思議じゃなくね。犯人からの要求が何もない今の状況ではフロイドの意見が一番筋は通る。だがしかし、どうした、心当たりがあるのか。え、ちょっと待って。じゃあこのままだと永遠にハロウィーンが終わらないってこと。そういう問題じゃなくて、ハロウィーンが終わらねえし11時59分から動かないってことっしょこれ。問題だなそれ。ストーリークリア。別にその朝から繰り返すってわけじゃねえんだな。はい、ということで今回ここまでにしよっか。まあ、次回1-6っていうか、まあこの授業回数はね裏の方でちゃんと回収しておきますので、次回やっていきたいと思います。いやー、どうなってくんだろうねこれで、ね、だってこの前のハロウィーンでのイベントでもさ、そのマジカメモンスター、マジモンだっけ忘れたけど、なんかモンスターがいたじゃん観客で。そいつらを退治してどうちゃらこうちゃらしたのにさ、こうやっと終わった一息つけるっていう時にこんなことが起きてるのはさすがにやばいだろっていう。ね、いやちょっとこれ次気になるな。はい、ということで今回はねここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。